第1回ポピュラ的手持ちポケモンナンバーワン決定戦準々決勝を行います。さあ、前大会でついにベスト8が出揃いました。そして今回の対戦相手はこのようになっております。ということで、最初に第1回戦ではなんとソウルシルバー同士の対決になりました。こちらでどちらかが勝ってどちらかが負けるとなると、ついにベスト4まではついにソウルシルバー組が1体のみとなってしまいます。そして第2、第3、第4回戦はついにプラチナのポケモンたちが勝負します。さあ、誰がベスト4へ進むことができるでしょうか。みんなエース級の強さを持ってポケモンたちです。では準備整いました。準々決勝スタートです。さあ、今回からは画面の方に、ポケモンの技の方の順番の方を現在表示してます。さあ、出てきました。ポッポレベル66、そしてルギア76。さあ、どうなっていくでしょうか。どっちが勝ってもおかしくありません。さあ、ポッポさんは1番、ルギアは4番です。さあ、何が出てくるでしょうか。ルギアから来ました、エアロブラストです。あ、こんな技なんですね。今までは技のアニメーションを非表示にしてたから分かんなかったけど、おー、どんどん削る、どんどん削っていきます。ポッポさん危ない。ポッポさんは、お、これは空を飛んでいきました。空高く飛び上がった。さあ、ルギアはどうする。ルギアは技が出せます。ルギアは1番です。ルギア実力、しかし攻撃を外しました。いませんから当たるわけがありません。で、空を飛ぶ、決まった。どんぐらいダメージを削るか。削って削って、あ、止まった。あまり効いていない。ポッポはピンチ。ポッポはここで3番、ルギアは4番です。さあ、何が出る。決まった、ルギアのエラブブラストが出ました。さあ、今回からは動画の方は通常再生でお送りしてます。第1回戦から第3回戦までは、倍速で 1.5 倍速でさせていただきましたが、今回から通常倍速でいきます。ということで、ルギア準決勝進出です。さあ、準々決勝第2回戦はパルキアが出ました。レベル70とギャラドスレベル92です。ギャラドスは手持ちポケモンで一番レベルが高いレベル92のポケモンです。さあ、相手は伝説のパルキアです。パルキアからか切り裂くの攻撃。さあ、どのぐらいダメージを受ける。ほとんど効かない。さあ、パルキアはここで4番、ギャラドスは4番です。さあ、何が出てくる。ギャラドスから水の波動、効果はいまいちか。ほとんど効いていません。混乱の追加が出ました。そしてパルキア自分を攻撃してしまいました。さあ、パルキア再び4番、ギャラドス2番が出ました。何出るでしょう。ギャラドスストーンエッジです。これ効くか。さあ、削りますが、お、半分以上削っています。これはギャラドス有利。パルキアはまだ混乱してます。伝説の混乱してるところなんてあんまり見れませんから貴重です。どんな感じなんでしょうか。パルキアは切り裂くが決まりましたが、あまり効いてません。さあ、ここでパルキアは2番、ギャラドスにも2番です。ギャラドスからストーンエッジ、しかし外しました。もったいない。パルキアはまだ混乱してます。残念ながら自分を攻撃してしまいます。赤表示になってしまった。パルキアどうする。パルキアは2番、ギャラドス3番です。ギャラドスジダバダが出ました。体力が少ないほど効果は出ますが、削れるか。決まった、ギャラドスの勝利です。ギャラドス準決勝進出です。さあ、準々決勝第3回戦、ディアルガが出ました。レベル70、そして相手はエンペルト、レベル67。ディアルガを時の方向です。ディアルガ専用技、さあ、どのぐらいダメージ受けるか。エンペルトは、プラチナ組の、リーダー級のポケモンですが、やっぱりダメージ受けてしまうのか。削っていきます、削っていきます。お、止まった。ちょうど半分ぐらいでしょうか。さあ、ここで、エンペルトが技を出せます。エンペルトは4番です。攻撃の反動でディアルガーと動くことができません。技が出せません。相手のエンペルトはハイドロポンプです。
効果は削ってます。かなり強い技。おー、こちらも半分近く効いた。急所に当たったようです。さあ、どちらが勝つでしょうか。さあ、ここでディアルガが3番。そして、エンペルトも3番が出ました。ディアルガから第一の力です。これは効くか？効果抜群出ました。エンペルトやられてしまうのか？決まった！ディアルガの勝利です。ディアルガ、準決勝進出です。ここでエンペルトがやられてしまいました。さあ、準々決勝、最後は、銅太くんが出てきました。レベル53。そして相手はギラティナです。レベル61。さあ、パルキア、ディアルガ、銅太くんと仲良し3兄弟が出てきました。仲良しではないか。3兄弟が出てきましたが、さあ、まず銅太くんが怪しい光で混乱させました。さすがの技テクニシャンですが、さあ、ギラティナは2番です。そして、あ、銅太くん再び3番が出ました。ギラティナは混乱してますが、どうでしょうか。第一の力決まりました。効果はあるのでしょうか。効果は抜群です。さあ、どのぐらいダメージ受ける。削ってきます。スピードが速い。半分で止まりました。怪しい光ですが、すでに混乱してるため効果ありません。ギラティナ4番が出ました。そして、銅太くん1番です。ギラティナはまだ混乱してます。残念ながら技は出ません。自分を削、ダメージ受けてしまいました。銅太くんはラスターカノンが出ました。マガネタイプの技が効くでしょうか？さあ、削っていきます。ああ、あまり効かない。やっぱり、レベルの差がっていうあるのでしょうか。さあ、ギラティナは1番。銅太くんは4番です。ギラティナまだ混乱してます。さあ、出ました。ギラティナ、竜の波動。効くでしょうか？効果は、今一つですが、削ります。おー、残りピンチ。銅太くん、赤ゲージになりました。銅太くんは G2 力エスパーです。さあ、引き伸ばされてますが大丈夫でしょうか。あまり効かない。さあ、銅太くんは、失礼、ギラティナは2番。銅太くんも2番です。さあ、ギラティナはこの後来ました。ギラティナ第一の力です。さあ、効果抜群が出てしまいました。銅太くん倒れた。ギラティナの勝利です。ギラティナ、準決勝進出です。さあ、ここまでで準決勝を立ち上がったこちらの4組が、ベスト4進出です。準決勝進みます。さあ、そして対戦表は、このようになりました。さあ、次回は準決勝をお伝えします。さあ、誰が決勝に進むのでしょうか。